札幌は初雪を観測しましたが、まあ、初雪を観測した時間は、まあ私は起きていたんですけども、全くわからず。でも、ここ最近、結構な量の、まだ粒小さいですけどね、雪が降って、やっと私も初雪を見たなっていう感じがします。さて、そんな中ではありますが、先日、部分月食がありました。皆さんの地域では見れたでしょうか？北海道も、そう、札幌もね、天気が悪いとは言われつつ、まあ、なんとかね、天気が持ってくれて、綺麗なね、月食を見えました。さあ、今日はそんな月食のお話をしたいと思います。皆さん、こんばんは。鉄道ファンです。11月27日土曜日のてっちゃんの部屋ラジオ第8回目になります。はい、8回目になります。よろしくお願いします。さてさて、実はですね、今日この回からですね、若干環境が変わっております。今ちょっとですね、スマホのね、録音の波形を見ながら見てるんですけど、もしかするとちょっとね、声が割れてる可能性も否定ができないんですけど、この近さだと。今までね、あのピンマイク使ってて、まあ、服についてたわけですよ、まあ、なんですけど、今日からですね、先週の生放送でも言ったんですけど、100均でね、買ったスマホスタンド、これを、まあ、有効活用して、ちょうどね、いいところにクリップ掴めそうな部分があったので、そこにね、マイクを入れてみてます。多分すごい、あの声がですね、編集しなくても大きくなって、まあ雑音もね、ソフトでね、いじれるとはいえ少なくなったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。もうね、ズームとかね、あの自分のサークルの活動とかではまああんまりね使えないんですけど、これ普通にね、こうやってライブしたりとかラジオやる分にはいいかなと思って、今回この形式でいきたいと思います。さて、今日は冒頭でもお話しした通り、皆既ではなく、ほぼ皆既月食の部分日食についてのお話。部分月食はですね、国立天文台にのサイトにですね、とてもいい資料があったので、そちらを使いながらやっていきたいと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 YouTube のコメント欄や質問箱、 Twitter などでお待ちしています。またメールアドレス、メールでもお待ちしています。アドレスがてっちゃんアンダーバーミニアットマークヤフー .co.jp です。それぞれ概要欄にリンクやメールアドレス書いてありますので、気軽に送ってきてください。それでは早速本編行きましょう。トレンドサーチのコーナーに行きたいと思います。今回は部分月食についてお伝えしていきます。ちょっとね、さっきあのオープニング聞いてみたら、マイクの距離がちょっと近かったみたいで気持ち離れております。さてさて、部分月食についてですが、先日ですね、11月の19日にありました。夕方から夜にかけて、見ることができまして、今回は、天気の条件が良ければ日本全国で見ることができた月食になりました。月食っていうのはそもそも月が地球の影に入ることによって起こる現象なんですが、今回はその地球の影によって一部区画される部分月食となってはいるんですが、今回は大部分の影に隠れるということで、まあ、一部ではほぼ皆既月食という伝えられ方もしていました。今回ですね、なんと全国で見ることができて、なおかつ、北海道と東北の、北部、そして、まあ、仙台あたりまでは月食の始まりからもう上がった状態が、月食の状態ではなくて、まん丸の月様を見れる状態で、そこから、始まるという現象が起きました。仙台とかよりも南、まあ、関東とか関西とかは出た状態
月がもうすでに地球の影に入って枯れた状態で出てくるお月様ということになったそうです。さあ、今回の月食についてはですね、まあ、私もですね、写真撮るの頑張ったんですけど、まあ、結構ね、意外と月のね、サイズが小さいので、まあ、このね、資料の中にも実は注意書きがあるんですけど、まあ、撮るときはね、ちゃんと望遠レンズとか、あ、そうですね、はい。思いのほか小さいので、なるべく望遠での撮影ということになっております。私もね、カメラ持って行きたかったんですけど、充電がないと勘違いしていて、ちょっと持ってこれなかったので、まあ学校にもあったしね。なんだろうね、皆さんの地域は見れたんでしょうか。そう、それを思い浮かべながらね、月食の仕組みもこの後お伝えするんですが、次ね、いつこういう月食が起こるのかっていうのも分かっているので、お伝えしようと思います。で、今回ね、月食についてなんですが、月食というのは月が地球の影の中に入る現象です。地球には太陽の光による影が実はあるんですけど、普段は見えないんですね。で、ちなみにその影というのは地球とは反対側の方に伸びています。なので、太陽、地球ってあって、その裏に、まあ、影があるんですよね。月食というのはその影の中を通っていくのが月食という現象です。まあ、地球の影って言っても実は2種類あって、本当に、光が直接届かない部分を本影というそうなんですね。太陽の一部だけが隠される。まあ、ちょっと影になってるよう的なものが半影というそうなんです。で、この本影に入った時に、月がですね、本影に入った時に、本当に暗くなると。で、半影の中に入ってもあまり暗くならないそうなんですね。まあ、月食っていうのは、この本影という、本当に直接届かない部分に月が入ってしまったことを月食ということなんですね。で、月食というのは2種類あって、皆既月食と部分月食。さっきも出てきましたが、実はですね、皆既食っていうのは月全体がさっき言った本影の中に入ること。で、部分月食が一部だけなんですが、実は皆既の中でも2つあって、月の一部だけが本影に入っているとき、部分食。で、月全体が、本影に入っていることを皆既食というそうなんですね。で、それを、まあ、皆既月食、部分月食と区別することもあるそうなんです。ちなみに、半円の中に入っても、まあ、月食なんですけど、いや暗いかなぐらいで、本当に気づく程度だそうです、こうやって。暗いかなぐらいな程度の変化なんだそうです。本当に隠れてるときはもう本当に地球の影に隠れてるってことなんですね。で、月食っていうのはですね、地域によって始まる時刻とか場所によらないんですよ。これもね、日の出みたいに変わるのかなと思いきや、始まる時刻は場所によらないと。見え方がね、変わるということなんですね。では、月がですね、月食にいつ次起こるかというのをお伝えしようと思いますが、月食がですね、次起こるのは2022年、来年の11月8日の皆既月食になるそうです。全国で、見ることができて、皆既月食ということで、また来年のこの時期楽しみですね。ちなみに、今回みたいに、深い部分月食と言われる、まあ、ほぼ皆既月食の状態を楽しむことができるのは、2086年の11月21日ということなんです。さあ、その前に、来年の11月には皆既月食がありますので、今回ね、撮れなかったとか、ちょっと天気悪かったっていう方は、来年をお楽しみに。ということで、今日は月食についてお伝えしました。そろそろお別れの時間、エンディングになります。この番組では、いろいろなコーナーを週替わり、回替わりでやっています。様々なコーナーがありますので、ぜひ、ホームページなどで確認してみてください。皆さんからのコーナー宛てのメール、質問箱、お便りはもちろん、普通お便りも大歓迎。番組では、どしどしお便りお待ちしています。メールアドレスは、概要欄にありますので、確認してみてください。てっちゃん、アンダーバーミニ、アットマーク、yahoo.co.jp です。どんなことでも OK です。また、これまで同様、Twitter や Bing の質問箱でもお待ちしています。皆様のお便りお待ちしています。次回は12月11日の更新になります。
特にまだやることが決めてませんので、どんなコーナーが来るかお楽しみに。それでは、ここまでは鉄道ファンがお送りしました。それではまた、バイバイ。